こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。本日の質問、子供未来補助金5万円に届かない場合は？いつものように LINE 公式にこんな質問がやってきました。山さん、こんにちは。いつも素敵な情報ありがとうございます。子供未来の補助金はまさかの全世帯対象？まさに思っていなかった内容で、キッチンリフォームを計画どんどん進めることになりました。対面キッチンへする予定がなく、そうすると5万円には満たないと知りました。 TOTO でキッチンを憧れています。この際一緒にお風呂もするかなとも考え中です。子供未来補助金についてもっと詳しく情報などありましたら教えてください。ちなみに当初以前に見積もりをした業者さんからは補助金の話などはなく、知らない方もまだまだ多いのではと思いました。山さん、教えて。本日の質問、5万円以下子ども未来補助金どう突破する。この省エネ補助金、家電エコポイントありましたよね。そしてグリーン住宅ポイント、これはリフォームでもやっていた事業なんですが、これが拡充されて子ども未来住宅支援事業という名前になったんです。前々回の動画、子ども未来住宅支援事業、キッチン風呂安くしたい、これはもらって全世帯対象、そうなんです。そしてさらに深掘りした前回の動画、子ども未来住宅支援事業パート2でお届けしましたね。宝キッチンお風呂10万円以上を安くする補助金、このサムネです。概要欄にもこれまだ見てない方、リンク2つとも貼っておきますので、ぜひこの動画見た後でもいいですし、その前に先見ていただいても大丈夫です。こういった全部対面じゃなかった場合には4万7000円なんですよ。ですから今日質問者の方が言っていたまさにこの答えが、そう、推薦交換でプラスしようということなんです。例えばお風呂交換する、まあ予算があればいいんですが、なかなか今回はキッチンだけとかですね。例えば洗面化粧台交換できたらいいんですけれども、トイレ交換できたらいいんですけど、いやいや、もうそこまではということであれば、洗面所の水洗だけもしチェンジするんだったら、それによって4万7000からプラス5000にできる。そんなことも計画してはいかがでしょうか。では今日はここをさらにちょっと深掘りしていきます。今回のテーマ、追加するんなら深掘り、ぜひこれおすすめ、これが今日の一番の内容です。前々回はこのクリナップ、ステディア、なんとこちら対面のデュアルトップ11万オフ安くなるんです。前回は宝のキッチン、こういったバスキッチン、対面キッチン、トイレ、それから洗面、こういったものもろもろの解説しております。で今回はやっぱり来ました、とうとうクラッソサザナ新羅まで行きますか。このキッチンとお風呂でとうとう編です。リフォームしたい人、30万円もらえる補助金、あなたはいかがですか。もうご存知でしょうか。そうなんです、この子ども未来住宅支援業、省エネ改修を促進し、リフォーム全世帯が対象、最大60万補助。でも子供未来なんでしょ。なんかうちも子供いないんですけど、名前に騙されないで。多くの方がこれ騙されてる、まあ騙すつもりはないんですが、この視聴者さんに3日前緊急のアンケートを取りました。やはり情報を制してほしいので、ぜひチャンネル登録していただくことによって、こういったいろんな情報入ってきますんで、山さんの情報もぜひ取ってください。このアンケートなんですけど、知らないっていう方、なんと 35%、 つまりこれどんどん増えていってますけどね。何のことかわからない、今知った、これ今の投票数が212票ありますから、その 35%、 60人超える人がやっぱり知らなかったということ。少し知ってる人、しかし詳しくはよくわからないという人、これ 40%、 これ2つ合わせるだけでも 74%。 そして実際には知らなくて工事終了、なんと 6% もいらっしゃった、残念ということになりますよね。ですのでこの情報っていつあったのか、昨年の岸田政権、こちら発足した時にカーボンニュートラル、脱炭素、それから子育て支援ですよね、成長と分配のこの好循環で回していこう、そして補正予算が早速組まれ、昨年の11月26日に閣議決定した予算、なんと542億円、
新聞ニュースでも発表があったんです。ですからこの時点でもう実は情報は出ていたんですよね。でキッチン、バス、洗面、化粧台、まずはこういった開口部の断熱であったりエコ住宅の設備、これをすることによっていわゆるバリアフリー改修、子育て対応のためのまあ家事楽商品、こういった3段階 A が必須、この黄色と水色が任意で選べるという形になります。でいつからいつまで、期限がまずは大切ですよね。こちら期限、今年の10月31日工事完了、これが条件となるんです。で実際にはですね、やっぱりそれ逆算していくわけですよ。例えばまあ、普通にキッチンの打ち合わせであればやっぱり8月中ぐらいには遅くとも、そしてフルリフォームの場合は5月頃までには打ち合わせスタートをしとかないといけないかなって思います。だってこういった検討したり打ち合わせする時間必要ですよね。で私のまあ動画でも以前もお届けしてるんですが、キッチンのリフォームの打ち合わせだいたい平均2ヶ月ぐらいかなという感じあります。ショールーム行ったり検討したり悩んだりということで、工期は3日なんでここはあんまり引っかからないんですが、これが逆にフルリフォームなんかになるとリノベーションになったりすると、まず打ち合わせ長いんですよ。いっぱい水回りの打ち合わせだし、何回かショールーム行ってようやく決めました。でさらに工期もまあ3週間1ヶ月かかるケース多いです。そうなってくると合わせると4ヶ月ということで、まあ、10月中旬遅くともやっぱり5月頃には動き出さないといけないかなと思います。打ち合わせですね。で一番重要なポイント、ここなんですよ。その打ち合わせをする業者さん、事業者登録されてないとダメなんです。そのリフォーム会社で工事するっていうことが条件という形になりますので、これ注意してくださいね。ですから着工前にちゃんと事業者登録されてなかったらダメだということになります。そして登録されたメーカーの商品、今日お届けします。とうとう編。それではリフォーム会社にあなたがまず最初にやることはここです。レッツゴー事業者登録、あなたはその業者お持ちですかっていうことですね。よく聞かれる、まあちょっと別の視点にちょっと言い換えてみたんですけれども、どんな業者を選べばいいですかってよく私の LINE 公式のやってくる質問なんですよ。でまあ私自身がよく言う、まあお答えする答えとしてですよ、おすすめの業者3つあると思います。いろいろある中でですよ、やっぱりいい提案してくれる工事業者、要はあなたにギブしてくれるいろんな情報、こういったものも必要ですよね。そして商品が好きな方ってやっぱりいいわけですよ。なぜかというと、いろんなことどんどんメーカー行って学んだり、こういったいろんな材料があなたの元に届くということで、商品が好きなこと、そして何といっても動きが早い、これがやっぱりできる営業マン、いいおすすめ業者の一つなんですが、これが私が思うのは、子供未来なんかを提案してくる業者さん、これはやっぱりおすすめかな。正直言って、いろいろ写真撮ったり手間はあるんですよ。で、うわぁ、もうめんどくさいな、勉強するの嫌だなと思ってたら、こういったことを学んでなかったり、情報も入ってなかったり、そして、いい提案、教えることっていうことを、やっぱりクローズする人よりも、やっぱりどんどん教えてくれる人の方がいいじゃないですか。それはイコール、子供未来だけに限らず、いろんな商品をちゃんとご紹介してくれるっていうことです。あとはやっぱり動きが早い。だって、1月11日からオンラインでも登録できたんですよ。それによって、いち早く登録してることって、これとっても、ある意味のリトマス紙になるかなと思うんで、まあ見積もり来て、子供未来提案してくれない業者よりは、私は提案してくれる、自分から自ら言ってくれる方って信頼できるかななんて思います。本日の、質問に戻りましょう。ここが重要。対象のリフォーム工事、補助金額が5万円以上なんです。そうなんです。例えばエコ推進1個つけただけ5000円なんですけど、これじゃダメなんですよ。総トータルで5万円から申請して、それが還付として戻ってくるんで、じゃあどんなケースが使えるのかという実際の活用事例を見ていきましょう。まずとうとう今日お届けするのが、そう、質問者の方追加にしようかなと思ってた、システムバスだったらどんな感じかということなんですよね。こういった形で最大が126,000円、そうなんです、これだけあるんですよ。まあ外窓の交換から浴室暖房乾燥機から手すりの設置からエコ水洗、高断熱浴槽、魔法瓶浴槽ですね、段差の解消、エコ上手、引き戸のオプションを知って、これだと十分126,000円、まあなんか5万円なんか優に超えそうな感じですよね。まあ一つ一つ見ていくと、このまずエコ住宅設備、これがやっぱり必須なんです。ここを選ばないと他のものないので、必ず石油水洗もしくは高断熱浴槽、こちらをまあ今だったら標準かなという感じしますね。でその上で
こちらは任意工事になります。例えば段差の解消、今はもうみんな段差解消ですよね。で、廊下幅を広げるってあるんですが、この拡張は実は引き取りしてしまえば大丈夫です。あとは手すりの設置なんかでも大丈夫かと思います。この辺もやっぱりそれぞれ大きいですね。5000、6000、2万8000で、さらにはできれば窓ももういっそのこと開口部の断熱改修で使いたいということであれば、こちらの方もこちらで1万40001個出てきました。で、さらに家事負担軽減設備として浴室暖房乾燥機いかがですか。この機会に花粉症対策でもなりますね。で、最大12万6000、これだったら全然使えますよね。で、ここなんですよ。とうとうシステムキッチンクラッソで見ていきましょう。まずはこの放棄水栓、これ、まあ、節油水栓になってるんでいいんですけれども、他には食洗機、まあ、掃除しやすいレンジフード、ビルトインの自動調理対応コンロ、これそれぞれ19000、13000、全部足していきますね。合計金額はさあドン、最大47000円。5万円足らないんです。そうです、あなたのキッチンがもし普通の壁付けキッチンで、対面にするんだったらいいんですが、普通の壁付けキッチンだけだった場合には足らないからどうしよう。そんな場合は今日のポイントになります。水洗交換でプラスしてあげてください。洗面所だけとか浴室だけでも大丈夫ですよね。じゃあ実際におすすめ追加工事、洗面所で交換でもいいですし、エコ水洗5000でもいいし、エコ、まあ内窓、これつけてもいいですね。小1万4000、中1万6000、大2万1000。まあ実際にリビングとかの、こういった吐き出しの窓を変えれば十分かなと思います。エコ上手の給湯器でも OK ですけど、これちょっと在庫の問題もありますね。じゃあ前回のちょっとおさらいになるんですが、見ていきましょう。対面キッチンにした場合、ドン、最大11万円オフ。まあこれは当たり前ですけど、クリーンアップのステディアだけじゃなく全メーカー、そうですよ、対面化にすればいいんです。ということで、もしあなたが夢の対面を目指しているんであれば、この対面化気をつけていただくのは、対面化に伴ってこれ最大8万6000プラスされるんですが、オート調理コンロは今回このさっきは入ってたんですけどなし、お手入れ簡単フードも対象外ということで、最大11万オフ、これが対面化にした場合の条件という形です。ここです。はい、ということで8万6000円でした。子供未来住宅支援事業、いかがだったでしょうか。本日のまとめいきたいと思います。一つ目、リフォームは全世帯対象の補助金になるんです。これ新築の場合と違うわけなんです。リフォームは全世帯ですよ。で、期限は10月31日までに工事完了。ここから逆算するとフルリフォームだと5月頃に打ち合わせしといた方がいいですし、まあ、リフォーム単品であったとしても早めに越したことないですっていうのが、補助金が全てなくなった場合大変ですよね。なので、なるべく、まあ、善は急げ、ということで、早めに、ショールームに見に行ってはいかがでしょうか。事前に事業者登録した会社、これ大切ですよ。ぜひ提案してくれる会社さんがどんどん増えるといいかなって私なんかは思っています。登録されたメーカーの対象商品があります。ぜひショールームホームページで確認してみてください。補助金額5万円から申請可能です。キッチン全部入れても4万7千。そう、まあ、ああいった形で水洗であったり、給湯器とか、エコ窓とか、どれが使えるか、ぜひ検討してみてください。まずはここ、リフォーム会社に確認をいたしましょう。高直クラスリフォーム&インテリア、インスタグラムサチのリフォーナビから今日の資料はお届けさせていただきました。 LINE 登録で定期的にプレゼント配信してます。山さんとぜひ友達になっていただいて、スタンプコメントくださいね。本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。次の動画でもお会いしましょう。